来た、乗った。青も日本各地で自然を身近に感じながら上質な時間を楽しみませんか。今回の大人釣りクラブは京都府舞鶴市の旅、若狭湾でジギングを楽しみます。なんとね、ダブルですね。そして舞鶴市の貴重な文化財も見学。なんか不思議な感じになりますね。釣りは人生に潤いを与え、より一層豊かにしてくれる文化です。釣り人ならではの楽しみ、旅、食を通じて上質な時間をご一緒しましょう。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。今回も始まりました大人釣りクラブ。この番組は釣りの経験がない方、最近ちょっと釣りから離れているなという方、そして今も釣りはしているけれど他の釣りにもチャレンジしてみたいという方、そういったアクティブシニアの方を中心に楽しいフィッシングライフを提案します。釣りとともに訪れた土地の歴史や文化に触れ合う楽しさもたっぷりとお伝えしていきます。さて今回は京都府舞鶴市にやってきました。見てください、すぐ後ろが海なんですけど綺麗です ね。今回も釣りが期待できそうですね。ここね、はい、あの舞鶴の木っていうのは、はい、ちょうど対馬の暖流とね、寒流とかぶつかり合って、ちょうど混ざるところなんでね、はい、一級の漁場を形成してるんです、はい、青物、ブリとかね、ハマチとか、はい、ワラサとか、あるいはタイとかね、いろんな魚が釣れるんで、はい、楽しみですよ。楽しみですね。それでは早速行ってみましょう。行きましょう。京都府の北部、日本海若狭湾に面した舞鶴市。東側はかつての軍港や造船などを中心とする重化学工業で発展し、西側は城下町として栄えました。まず訪れたのは舞鶴市を代表する観光スポット、舞鶴赤レンガパーク。ね、このレンガのね、そうですね、赤レンガの倉庫っていいですよね。はい、ほとんどの建物は明治時代に建てられ、旧海軍の軍需品などを保管する倉庫として使われたもの。建物のうち8棟は国の重要文化財に指定されています。昔からそうあるんですね。ね、あのこっちにもホフマン画もの、あの映画焼くとこあるんだけども、はい、当時はまだなくてね、なんと堺から運んできて、電車と船で運んで、はい、それでこれだけ作ってたというね。なるほど。なんと大阪の堺で作ったね、はい、これもっとね、あの耐震工事もしっかりやって、ビアホールにしたり、いろいろ、ね、なんか中に、ね、入れたらまた、ね、活用できるよね。元気良さそうですしね。映画やドラマの撮影でもよく使われるという舞鶴赤レンガパーク。こちらの建物には佐々木さんが一度見てみたかったという貴重な文化財が展示されているんです。あるんですか。ありましたね。こんにちは。はい、すごいものが舞鶴にはあるんですよ。はい、はい、今あのお見せします、こちらなんですよ。はい、はい、こちらはですね、縄文時代の丸木舟で5300年ほど前に見つかったもので、偶然見つかったものなんですが、これ本当にあの縄文時代の人、今から5300年前の人が使っていた丸木舟、自分が作って隣の福井県やとか、それから島根県の方まで、またあの後々にまあ外国にも行ったでしょうけれど、その丸木舟なんです。はい、これ松でできてましてね、ちゃんと縄文時代の人でもこの腐らないようにちゃんと焼き跡が
込めた跡がありますね。するんですよ。これ幅が1メーター、はい、1メーター弱ですね。長さがこれ残ってるだけで、4.4 メートルで、もともとは8、9メートル、9メートルほどあった。これの倍なんですよ。半分しか残ってないんです。ということは日本でこれ最大の、はい、最大で最古級の、一番古くて一番長い丸木舟。大きい、はい、そうなんです。もう貴重なもんで、ね、見ていただいて嬉しいです、はい、この丸木舟で遠くまで行ってたってことですか。そうなんですよ。遠くまでこれを漕ぎ出して、まだ天気予報も、ね、ない頃にこれで、みんなで力を合わせて漕ぎ出して日本海へ出て、うん、そしてそのこう他の、ね、国とも交流してたというものなんです。この発掘現場からね、はい、中国からおそらく入ったであろう耳飾りが出土されてるっていうことは、この船で中国と交流があったということが分かってるんですね、はい、縄文時代の人々はこの船で他の地域の人と交流したり、魚を取りに行ったと考えられています。知り合いの考古学の先生が、うん、縄文人はルアーマンだったという論文を書いてるんです。ルアーマン、餌をつけられない縄文針、太くてね、はいはいはい、骨格針って骨や角で作るんで、うん、弱いんです。だから結構太い針になっちゃうんで、うん、餌が刺せない、うん、で中国から弥生時代になって、うん、鉄が入ってから、うん、いわゆる餌をつけて釣るという釣りが始まってるので、うん、僕らルアー釣りっていうとついね、はい、イギリスやアメリカの釣りと思うんだけど、もともと古代の日本人は、うん、餌をつけない、うんうん、ルアー釣りを泳がしてたんですね。でこういう丸木みたいに漕ぎ出してね、うん、ひら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 こう、うんうん、針が泳ぐ、はい、でそれはね、あの骨っていうのは鱗分があるんで光るし、うん、でそれをルアーのようにして魚を釣ったというふうにその先生はおっしゃって、しかもこういう丸木船でね、うん、あのちょうど丹後半島の先の冠島であるとか、はい、白石の海とかちょうどね対馬海流と暖流と、はい、寒流とかぶつかり合って、それで混ざるところなんで一気の漁場なんですね。で中国まで行くぐらいだから、おそらくその漁場までこの船で漕ぎ出して釣っていたことは間違いないと思うんですよ。僕らは明日ね、はい、その海に出てね、はい、それでルアー釣りで、はい、縄文人の追体験をしてみたいなと思うんですね。縄文人の、なんか不思議な感じになりますね。縄文人も行っていたであろう舞鶴での釣り、一体どんな体験になるのでしょうか。続いて2人が向かったのは、そろそろお腹空かない、はい、お腹空いてきましたね、はい、実はねこの近くで地の魚だけを食べさせる美味しいね、はい、あの魚料理屋さんがあるの、はい、なんとねこのお魚屋さんで仕入れた魚をそのまま隣で料理してもらって、ね、トトゲンさんっていう地の魚だけなんで、はい、美味しいですよ、ね、楽しみですね。行ってみましょうか、はい、西舞鶴にある鮮魚店直営のお店トトゲン。毎朝店主自ら舞鶴漁港に足を運び、厳選した地魚を提供しています。失礼いたします。トトゲン定食でございます。すごいね、美味しそうですね。失礼いたします。ちなみに刺身と天ぷらと豪勢な、はい、茶碗蒸しとなっております、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、失礼いたします。佐々木さんが注文したのはトトゲン定食。日替わりのお作りと天ぷら、茶碗蒸しなどがセットになった人気メニューです。さあ何からいただこうかな。よし、お刺身からいただこう。これはサワラの炙りっぽいですね。うまい。やっぱり美味しいですよね。サワラとろけるよ。美味しいな。美味しそうな茶蒸し。いただいてみましょう。いい味ですね、うん、あったかそうですね。暑いぐらい。みそのさんが注文したのは海鮮丼。こちらも地魚を中心にたくさんの魚介類が乗った女性に人気のメニューです。これはそれはね、多分
高級魚のノドグロの炙りだと思うんですけど、美味しそう。これ美味しいよ、ちょっと食べてみて。油がもうすぐ乗ってて、うん、でノドグロもこの前鶴の木で取れてね、うん、今日の朝もう朝一で取ってきたものが隣の魚屋さん、うん、ちょうど、まあ、同じ経営なんだけども、はい、それでこっちで出していただける。だからこんなに新鮮な、新鮮で美味しいお魚が、うん、なるほど、うん、うん、美味しい、美味しい、いや本当にとろけます。舞鶴の海の幸に大満足の2人、そして話は釣りの話題に。明日何が釣れますか？明日ね、はい、あのまあ、ライトジギング、うん、割と軽やかなジギングで、はい、青物、うん、ここで言ったらこのハマチとかメジロとかね、はい、それからあと根魚アコウとか根魚、うん、ガシラとか、はい、それからアオリイカがちょっとね、アオリイカ、ぼちぼちシーズン入ってきたんで、はい、アオリイカをエギという和製の漁具でね、はい、釣ってみたいと思います。イカも釣れるんですね、うん、お楽しみです ね、はい、天気だけです、心配は ね、 そうですね、晴れますように。この後舞鶴の海でジギングを満喫。ああよく朝、釣りを楽しむためやってきたのは西舞鶴の乗船場。早速船に乗りたいところですが、まずは佐々木さんにタックルについて教えてもらいましょう。今回はライトなタックルで、うん、まあ、軽やかなジギング、はい、基本的にね、このベイトタックルって言ってね、うん、こういうトリガーがあるベイトロッドっていうものと、はい、もう一つスピニング、うん、ロッドこう2種類があるんですね、はい、ここに刺してでくるくる回していくと締まるよね、はい、でこれはリールが下に、はい、でもう一つベイトタックルはリールが上にくるのね、うん、こうつけてこれでもギュッと、うん、しっかりと戻ってくれる、はい、いけます。ちゃんと足入ってるよね。入りました。これで簡単でしょ。はい、これは簡単です、ね、ロッドにリールをセットする、はい、そしたら今度はね、この糸をね、はい、ずっと通して一番前まで、うん、行きました、うん、そしたらその先にね、はい、平打ちリングっていう、はい、ここに1回通します、はい、ね、でもう1回通します、はい、2回通しただけ、2回通したらこの輪っかができてるでしょ。この輪っかを楕円形に潰して、はい、これを親指と差し込んでこう使います、はい、この楕円形の周りに今、うん、この持ってきたこっちの短い方の糸を持って、はい、この周り巻きつけます。1回でこうやってまた1回押さえて、でもう1回巻きつける2回、はい、で最後にこの2つ二重に巻いた真ん中をここを通す、はい、両方こう引っ張る、うん、これが一番強い見せ方、うん、リーダーと平打ちリングの結び方はこれで終了。ここにスプリットリングをつけメタルジグをつけたら完成です。さてどんな魚に出会えるでしょうか。船長おはようございます。おはようございます。最近の舞鶴沖寒ブリの周りはどんな状況ですか。今シーズンはですね、ヒラマサが好調で、60センチぐらい の、いいね、ほどほどサイズがよく上がってます。それとハマチサイズですね。ハマチサイズ、ハマチ大ぐらいの、それも60センチぐらいのが上がってます。じゃあ目白一歩前ぐらいだね。そうですね、じゃあ船長今日よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、
朝7時出船。港からおよそ40分、冠島というポイントに到着。ここはあの大水なぎの生息地で有名な冠島です。あそこに神社があって鳥居が見えるんですけれどもね。冠島の近くでいよいよジギング開始です。佐々木さんと美園さんが選んだジグは、僕はシルバーで、はい、ピンクとシルバーで、でこのゼブラのマークが入ってる、はい、これがあのこれ夜光で光るんだけど、これがよく釣れてるみたいで、このカラーがおすすめです、はい、それでは佐々木さんに基本動作を教えてもらいましょう。じゃあまず落としてもらって、もう落としてね、はい、落とします、うん、それでとりあえずワンピッチで、はい、中層までは上げましょうか、はい、こんな感じで上げるとき2本したらいいんですよ。うん、そう、はい、40回か50回ぐらい、うん、中層に反応出れるっていうから、はい。美園さんも佐々木さんに習ってジグをしゃくります。それぐらい巻いたなと思ったらまた落とす、うん、落としていいよ、はい、そう、着底したらすぐにあの巻かないとね、外するんで、はい、ちょっとスプールのエッジに指をかけて、はい、タン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 ってこういうのが出てくるよね、はい、それが止まった瞬間が分かると思うんで、はい、この向こうに流されていってる時はもう、うん、しょうがないんだ、ね、その風で船がずっと押されてってるからね。であまり向こうに行きすぎて、はい、着底が分かんなくなってきたら一回ピックアップしてまた落とし直す、はい、果たして状況はどうでしょうか。風と潮は弱くやってます、うん、そんな感じだね、うん、あまりまだ船が移動しない割には払い出すんだって、うん、10枚しゃくり上げてください。糸の方移動します。はい、魚の反応を見ながら細かく船を移動させます。はい、どうぞ。64m。 はい、スピニングとベイトタックルどっちが好き？なんかこっちの方が右手で巻く方がいい、巻く方が慣れてる感じは。キャストして広範囲を探れるスピニングリールに対してベイトリールは着底が分かりやすいというメリットがあります。佐々木さんもベイトタックルに変えてしゃくってみます。下から5メーターぐらいのところ今抜けましたね。下から5メーター。あ、今触った。あー、乗らなかったな。そこから15メーターで今当たった。そこから15メーター上でね、当たります。佐々木さん、この日初めての当たり、期待を持ってしゃくり続けます。今ついてるジグはね、あの割とヒヤヒヤヒヤって落ちるのが得意なジグで、はい、ちょっとこのここ見ててくれる水面を、はい、これのこれでこうこう横になってヒヤヒヤヒヤって落ちてるよね、はい、こういうあのフォールも切ってくるんで、そこからこう巻いてきて、で少しあれしたら今みたいなフォール入れるのも、そこから例えば5回ぐらい巻いて、でちょっと竿を上げて、でこうスーッと落としてあげると、その時にヒヤ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 って落ちる、はい、そういう時に食べてくれたりするんで、あのそんなアクションも間に挟んでくれると、これ何回かするってことですか。うん、そこから例えば10回ぐらい巻いて、そこでふわっと上げて、でスーッとやると、追ってきた魚が
その瞬間に食いつく、はい、間を与えるっていうかね、はい、あのフォールのアクションで誘うっていうのも一つの方法なんで、はい、時々フォールのアクションも入れて誘ってみます。110g でもいいね。110g でもいいね。110g。うん。110に変えようか。はい。はい。潮の流れの速さによってジグの重さを変えることも大切。この日は思ったよりゆっくり流れていたため、少し軽いジグに変更しました。これって年中同じ魚が釣れるんですか？年中同じ魚が釣れます？ここはそう、あのヒラマサとか、うん、メジロ、うん、たまにブリ、うん、あるいはハマチなんか結構ね、はい、で釣れるときはものすごく釣れるんだけど、はい、ちょっと今日活性が低いよね、うん、でもなんか釣れ出したらじゃあ、うん、なんかスイッチが入ったら釣れ出すと思う。なるほど、上げてください。あれ、はい、活性があまり高くなく、なかなか魚の顔が見られないこの日。食わないな。ん？食わないね。ね。それでも諦めずにジグをしゃくり続ける佐々木さんと磯野さん。ああ、来た、乗った。青もん。青もんだね、多分ね。おー、そんな大きくないけど。青もんっぽいでしょ。追い食いしましたね、2回、3回と。右についてる。はい、大きいです。お、塩ですね。塩がそのまま行きましょうか。はい、なんとね、塩をダブルですね。どの辺で釣れました？中層で。中層、うん、中層なんですね。結構上の方で釣れてる。1回やだってまた乗ったんで変だなと思ったんだけど、まさかね、1個ずつについてたんですね。そのね、10位。カンパチですから、はい、美味しい魚ですよね、はい、やりました。かわいらしいけど、カンパチに出会えた佐々木さん。ここで船長から一つ提案が。船長、ちょっとヒラマサのトップウォーターキャスト可能性があるっていうんで、ちょっとトップウォーターで一回探ってみる、はい、でまたアコウのポイントでもあるので、夏美さんにはジギングで大きなアコウを狙ってもらいましょう。でちょっと試しにね、ヒラマサ狙って、はい、トップウォータープラグ投げてみたいと思います。これは19m。はい、少しの間佐々木さんはトップウォーターでヒラマサを狙ってみます。今日はいい波気があるし、ヒラマサ出そうな、これちょっと感じですけどね。ここは海底が跳ね上がりますからね。はい。磯野さんは引き続きジギング。少しずつ雨が強くなってきましたが、あ、なんか釣れましたよ。おお、これなんですか？ベラ。え？
お尻にベラを釣りました。なんとかベラを釣ったみそのさん、果たして青物にも出会えるでしょうか。次回も舞鶴の海でジギングを満喫。カンパチの子供。さらにティップエギングも楽しみます。やりましたね。そして舞鶴市のおすすめスポットもご紹介。お楽しみに。今回使用したタックルはこちら。初めてでも存分に楽しめるジギング、皆さんもぜひ体験してください。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シマノの提供でお送りいたしました。